で、またここから始めたいんですけども、だいぶ来ましたね。今、2010年の5月25日現在だと、そうですね、75、75ですね。75なんで、もうそろそろ最後の方というか、まあ、なんて言うんでしょう。今までやっているところまでもう少しというところですね。で、ここのところ、今63ですが、これが76とか8になった場合でも、この音声視点いろいろの、視点いろいろの全体音声レビューというのは続けていきたいと思います。で、早速やってみたいんですけども、これは買った本ですね。FC2 ブログのやり方が分かんないので買いました。で、新品で買いました。2010年度の発売なので、まあ、新しいやつですね。こうなっています。そうですね。文字で、アフィリエイトができるというのは、FC2 ブログで良かった点です。ただ実際やってみたんですけども、1ヶ月ぐらいやってみたんですが、アフィリエイトの成果はありませんでした。もうそれからずっと放置しているという状態ですね。で、ここが空欄空いてしまってるんですが、普通の編集画面、投稿画面からダグ編集エディターというのをやっと、どういうわけかここが空いてしまうことがあるのです。プレビューで見て直せばいいんですが、この時はプレビューを見ても他のこういうふうにこの青印と黒文字の間が空いてしまうので、ちょっと見過ごしてしまって空いてしまった感じですね。そうですね。ブログは結局いろいろ持っていても、なかなか後押しものが難しいかなと思いました。シーサーブログも FC2 ブログもほとんどもうやっていませんね。今手を離して画面をスクロールしている状態なんですが、マウスのホイールボタンを押してちょっと下に持ってって画面を動かしてという状態です。マウスは両手はマウスから離れています。キーボードにも触っていないんですが、このローリーの言葉なんですが、君と知り合って毎日が楽しかったりというところが結構ジーンときましたが、そうですね。
これが若、えー、愛と若、愛、愛の若草物語のジョーが、この後編にも出てるという感じですね。見てみたいんですが、あれ消えてるようですね。YouTube で公開していたので別に載せていってもいいと思うんですが、載っていません。あ、出てますね。これは愛の若草物語ですね。一回飛びますが、赤色の、これがジョーです。この次に出てくる、なんとジョー先生の、ジョー先生というのが、この赤い服を着たこの人のことです。で、これはまたちょっと違いますね。これ見てないのでちょっとよくわからないんですが、この人は主人公だそうです。そうですね、映画名作劇場のアニメは本当は最初、子供の時に見ているとわからないんですが、大人になってから見ると、アルプスの少女ハイジとか、家族なんとかロビンソン物語、家族漂流なんとか、家族漂流記、不思議な島のフローレとか、あとは母を訪ねて三千里とかは、この時は見ていて全然分かんなかった、内容がよく分かんないんですが、大人になってから見てみると、ああそういうことだったんだなと思ってとても感動しました。まあ子供の時に見ていても、もう内容が覚えてないのです。でまたここから、やってみたいと思います。一度切りたいと思います。